熱マリコは日本のシンガーソングライター。京都出身東京在住。歌い弾き踊るシンガーソングライター。人生のすべてを音楽にかけた女。全楽曲の作詞作曲を自ら行い、ダンスを踊り、時にはピアノも弾きながら飾らない、等身大の言葉で歌う。普段はすみません。が口癖なほどに控えめなのと対照的に歌やダンスで見せるパフォーマンスは、 圧巻でそのギャップも情熱、マリコの魅力の一つ。ライブでは歌って踊り、ミックスチャンネル、ツイキャスなどネット放送では弾き語りの放送を配信。海外での活動も積極的に行っている。小学校の頃はピアノとクラシックバレエを6年間続ける。中学校でジャズダンスを始め NSC 歌詞コースを受講。その後アンミュージックスクールで 音楽や歌について学ぶ。アンミュージックスクールを卒業後に地元の京都でバンド活動を開始。数年間のバンド活動を経て単身で東京に移住。2014年9月歌って踊るシンガーソングライターとしての活動を開始。2015年9月から2017年7月、東京、大阪、京都で8度のワンマンライブ開催2016年1月初の 全国流通シングルを発売。初のオリコンデイリーランクイン。2016年1月ジャパンエキスポ東京クレイジーカワいイ,イバンコクに出演2016年5月セカンドシングル発売。タワーレコーズ渋谷店、デイリー1位。タワーレコーズ全店デイリー5位。2017年6月ミニアルバム、熱いうちに聞け。発売2017年9月テレビアンサヒ。 ミュージックステーションウルトラフェス、ウルトラオーディションファイナリスト2015年9月、六本木モーフ東京2015年12月京都、バキソル2015年12月赤坂ドリームマシンラボ2016年3月、渋谷スターラウンジ2016年5月大阪西球場ブランニュー2016年7月、原宿アストロホール2016年9月、 大阪震災橋ファンジトワイス2017年7月六本木毛布東京。ありがとうございます。